魔界とは呪いや恨みによって死んでいった者たちの思いによって生み出された空間。そこには人型と呼ばれる死した英雄たちが果てない戦いを永遠に繰り広げる。それは地上に降りかかる災いを封印する空間でもあった。その魔界の霊力の均衡が崩れた時、魔界に突然侵攻を開始したのは魔界によって封印されていた冥界であった。ここに魔界戦乱時代が勃発。冥界から送り込まれしガラシャの娘アッシュ率いる冥界本部、その野心を明らかにし始めた魔界少女剣、仲間の再結集のために勝ちにこだわる魔界新選組、名将真田正幸率いる真田十勇士、一方その冥界軍を離反した高山右近率いる黒魔術軍、真田十勇士と対立する里見八犬士、日本最大怨霊平野正方の復活を果たした魔界水軍、そして魔界を守るべき最強の陰陽師阿部の生命率いる五芒星軍、各軍の思惑が入り混じり虚実交わる駆け引きと魔界を制する戦いが激化する。風の里を陥落させた冥界軍に対して死の谷を奇襲し、夕顔の助けもあり生命の奪還に成功した魔界軍であったが、その後冥界軍の強大な兵力の前に死の谷も放棄、爽快の浜向こうまで撤退していた。一方アッシュに謀反を企てた真田十勇士であったが、正幸がアッシュに恭順し、その証として爽快の浜に陣取り魔界軍の壊滅を命じられていた。魔界の動乱は現世の動乱、魔界に新しき時代が訪れる。戦え、生き抜け、そして集めよ魔界の兵よ。第67回魔界、紫の炎バーン、己が魂の炎を燃え上がらせよ。
教会に集まりし兵たちよ、新しい魔界の時代が訪れた。共に戦おうぞ。声を上げて共に歌え。
は恐るべき。魔界の空間、ついに冥界に取り込む。我らの霊力の勝負ではなくなる。この魔界、兵そのものを募らねば、奴らに勝つことはかなわぬ。死の谷も守りきれなかったしな。風の里を一刻も早く奪い返さねばなりません。その前に爽快の浜。さよう。かつてのように我らだけでこの魔界が移動ができ、霊力で戦えた時とは違いますからな。佐藤君、怪我の具合はどう？かんばしくはありません。申し訳ございません。まずは爽快の浜を落とさねば。落とさねば。同説、大丈夫？同説、大丈夫。すみません、なんとか呪いの進行を抑えてはおりますが、なんとも。早く手を打たなくてからな。はあ、まもなくあの者がここへ参るようじゃ。え、まことにございませぬか。大官からつなぎが来た。冥界の霊力が増したことによって魔界に容易に魂が入れるようになったようじゃ。仲間が増える。おお、まさに不幸中の幸いでございます。先に爽快の浜を落とすとするか。すいません。爽快の浜には真田がおります。簡単には打ち破れません。いずれにせよ兵が必要だな。我が黒魔術軍は傍若たちが兵を集めております。我らの不況の力によりかなりの軍が集まっております。それに引き換え、この里見の手たらく。何だと？本当のこと言っただけだけどな。あ、おかしい。なんで怒られてるんだよね。ね。あっ、必要ないだろ、そんなの。役立たずね。よかろう。まずは軍勢を集めてから爽快の浜攻めを。爽快の浜はそもそも魔界水域。葬式は住友殿だとだ。爽快の浜には三つの砦がある。それぞれ落とさねばならない。東側の総運の砦、西側の総縁の砦、そして正面の爽快の門じゃ。この中で最も難関なのは東側の総運の砦じゃ。なるほど。東はわしと安田に、そして鶴姫が受け元。安成不服は今さぐに、わしが総大将じゃ。はい。それでは我らの西側を受け持ちましょう。我ら勝手閉めた砦ゆえ。はい。西が落ちねば東は機能いたしませぬ。ならば私が加わる。よかろう。ということは我ら黒の術軍は正面と、ということになりますか。影の朝日すぎて好き。次は何つかるわ。あるしの先に不満もない。わしが加わろう。手柄が一番大きそうじゃ。それでは全ての夫人が揃ったぞ。おのおの準備にかかれよ。何だぞ、やったぞ。どいつ、どいつ、どいつ。
二人とも例の話の答えは出たか。まあよい、じっくり考えろ。時はまだある。月夜叉丸はいずこに？ここにはおらぬ。まだ霊力が安定しておらぬ。それと、それとすぐに分かるであろう。
とわしが同格だと。わしらを従わせたくば力を見せてみよう。左近、久しぶりだな。長らく冥界にいたようだな。さらにその豪遊に磨きがかかったか。お前を再び魔界によこしたのは何か思惑があるのだろうな。まあよい。さてこの事態どうすればよい。勝手にせい。なるほど、それではちょうどよい。わしの力とくと見せてやる。殺してやれ。ネオン鳴らせ。Ha!
通り。面白くねえ。これで文句はあるまいか。それでは今宵の策を伝える。全軍を挙げて総会の浜に進軍する。全軍だと？不服か。本心は援軍が必要なのだ。お前の他魔界の者どもは兵を集めているそうである。けぇ、ありったけの軍は総会の浜に進める。本陣は月ピオノに勤めてもらおう。それでは全軍準備にかかれ。わしの部下を漏れなくアッシュに伝えてくれ。しじみみたいな。何にも見えないだろうけど。
だよ。言ってしまいましたね。助かりました。あなたのおかげで捕まらずに済みました。あなた、目を患ってるんですね。なのによく雨を動きますね。生まれつきですので自由はいたしません。お互い訳ありのようですね。はい、ここは何も聞かずに別れるとしましょう。無事に目的が果たせられるように祈っております。あの、はい、お名前をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。源八と申します。あなたは？ユリと申します。では、you
頼んだぞ。わしは戻らねばならぬ。賢明だ。
敵が攻めてきます。さならの兵よ、声を上げよう。Yeah!
Thank you.
静かですね。こういう陣が一番危ない。攻めたもの。なんじゃ。よもや、また我らを騙そうとしておるのではありませんか。騙す。スキヤシャマルが現れるのではないのですか。わしは親子の対面を果たしてやっただけじゃ。一度顔を合わせたのじゃ。もはやわしには預かり知らぬ。まあお前たちがわしの話に同意するのであれば別じゃが。そのことは静かにせよ。敵は気づいておる。兵どもよ、沈め。気をかかるぞ。
しの出番だな。そうだ、我が力を見せてくれよ。目を鳴らせ。Yeah!
Thank you.
軍の盾だったか。そんな今全力でこの明海軍勝てると思ってんのかい。アホじゃ。カッパカのお主もようやく現世の体を忘れられたようだな。そやだ、陣兵衛でございます。ありがてえことでございました。当時、太閤秀吉の妹、朝日の夫であったな。ならば秀吉、お主の縁者ではないか。違う。陣兵衛。はこの魔界、冥界で行きたくば手柄をあげよう。はい、頑張りますか。猫マンダ。はい。You receive the new body, the pledge allegiance to Ash! 承知いたしました。守るなどわしには合わぬ。敵が近づけば撃って出て殲滅してやろう。Ready! 冥界の兵どもよ、声を上げよう。魔界軍の兵よ、声を上げよ。Come on!
離れても、たとえ構えても、いつの日かに巡り合うべし。
Ah!
縁ではない、ハイブリッドでしかない。何を言ってるんだ。お前はもはや存在せん。我が剣は血を求めておる。そう、人型の。やはり冥界は我らを信じておらぬ。次回魔界は3月27日。